ヨドバシカメラから届いたものがあるので紹介していきまーす。今回買わせていただいたのは、こちらの2種になります。キラキラキャニスターの、タタかな？タタと全員になります。じゃあ、ちょっと、一人の方がいいか。タタの方から紹介します。こんな感じで、ダイヤカットがキラキラ光る。この蓋がついてるやつ。あ、取っ手付きのね。うん。10cm×11.3cm。まあ、調味料とか入ってそう。砂糖とか。こんな模様です。模様か。シールを自分で貼るの模様です。かわいい、これ。RJ、ミニ RJ ついてるやつ。そう、ちょうど押し通し。じゃあ、開けていきます。思ってるより大きかった。そう、大きいね。大きい。これ可愛くて欲しいと思って。じゃーん。じゃーん。で、これダイヤカットに、内側がダイヤカットになってるんで、キラキラっていう。キラキラして綺麗です。そう、それで半透明に見えるのかな、後ろはな。透けてるっていうより。もやもやんって。うん。マイリトルバーディー、BT シビル。もうミニ RJ を。がいるやつです。です。ただ。かわいい。下も透明なんです。完全な。下までダイヤカットにはなってないやつです。で、上がこんな風になる。上もダイヤカットによって半透明みたいになってます。汚れがついてる。なんだこれ。粉みたいな。で、あ、なんか下に書いてあるハートみたいなのがあります。このロゴみたいな。あ、そう。がついてます。で、この内側はちょっとダイヤカットの、そう、ボコボコして、カットされたボコボコしてます。で、蓋の後ろもボコボコしてます。うん。で、こういう。っていうタタの、タタバージョン。キラキラキャニスター。キャニスターのタタです。タタです。で、次がそのキラキラキャニスターの全員バージョンです。じゃあ集合バージョンです。で、こんな感じ。ああ、いいね。かわいい。マイリトルバーディー。なんだっけ？タタは RJ だけなのに、RJ はタタを抱いてない、抱けない。これベイビーだから、ベイビーでかわいいね。うん。いや、むしろまあ、正直言ったら、特に RJ はベイビーの方がかわいいよ。なんか、普通のやつはなんか胴体が長くなっちゃうんですよ。この姿の方がかわいいと思います。アルパカだな。じゃあ、開けていきます。じゃん、マイリトルバディのさっきのやつ、イラストが前にあります。前にあります。かわいい。まず捨てられちゃったみたい。バンがミニの方を抱いてる。選ばれなかった。もう待つのになっちゃってます。こんな感じでーす。でーす。後ろも一緒です。です。あ、で、そこにロゴがあるのかな。じゃあ、蓋いってみます。結構しっかりしてる。嫌な音分かんないんだけど、こっちはしっかりしてる。これちょっと硬かったけど、こんな感じでキラキラカットされてます。で、蓋もキラキラで、ちゃんと取ってもついてる。蓋付きだから小物入れるのにちょうどいいです。じゃあ今回は全員バージョンのキラキラキャニスターとタタバージョンのキラキラキャニスターの2種を紹介させていただきました。以上です。